はい、どうもこんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、平泉シリーズでもですね、この前の動画には多分ね、葛来市に行く動画が出てたと思うんですけど、その動画のですね、若干続きみたいな感じですね。次行こうとしているのは姫町の滝、そこまでね歩いて行きたいと思います。最終目的地は拓谷なんで、そこまでねたどり着けるように頑張ります。というのもですね、平泉の駅からなんと 6. 何キロあるみたいで、往復ね12キロから13キロ歩いてます。僕今マジしんどいです。しんどいですけどね、景色は最高なんです。皆さん、はい、こんなんですよ、こんな田舎田舎。でもね、車はねちょっと通る、その姫町の滝まで。タイムアップ機能いけっかな、バッテリー。ちょっと頑張っていきたいと思います。ではね、いいところまで行きましょう。ということで皆さん、姫町の滝着きました。やばいです、絶景ですね、感動マジで。こっちの景色もいいわ、見てくださいよこれ、やばい。歩くの大変だったけどね、これ優勝コースです、完全な。ちょっとじゃああっち側から見てみましょうか。少し入れるみたいですね。平泉の駅にレンタルサイクルあるんで、やっぱここまでの距離はちょっと皆さんにはそれおすすめですかね。あんま歩きたいっていう人は歩いてもらっても行ける距離かなとは思います。はい、ここ。こっち側はこんな感じ。あ、なんかちょっと宿っぽいのもありますね、休める感じ。あー綺麗、わー最高じゃないですかね。音もいいし、ちょっと上から伸ばして撮影してみましょうか。こんな感じ、はい。てな具合でね、姫町の滝動画終わりたいと思います。まあ平泉シリーズはね、ラストはまだここから拓谷まで行くんでね、まだ続きますよ、よろしくお願いします。ではね、今回一旦切りたいと思いますんで、この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録&グッドボタンをお願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you next time. Bye.